はい、皆さんこんにちは。それではやっていきたいと思います。もう前回は始めたばっかりで、能力を2つ目ですね、2つ目の能力を手に入れたところで終わりました。それではやっていきましょう。X で剣で Y でブンブンですね。今 B ボタンに当てはめてあるのがちょっとどんなんかな、これじゃなかった。こっちか。あ、なるほど。うん。なんか、放物線上に飛んでいくやつなんですね。よいしょ。二ついるな。意外とこのカラスみたいなの邪魔ですね。そうそう。二段ジャンプで。よいしょ。行きましょう。ああ、縦持ちですね。もう通り抜けて行っちゃいましょう。回復も関係なしと。崖の村。よいしょ。結構、まあ、飛び道具として使えますね、これ。強いかと言われたらどうなんだろう。弓矢結構邪魔だな。なんかいるぞ。よいしょ。これどうやって倒すんだ。届きませんね。今はまだ無理なのかな。もうこのブンブンはすごい気絶させるのにいいですね。はい、よいしょ。弓矢より早く打たないと。よし。こっちなんかあるのかな。さっきのやついけるのか。届きませんね。なんか空が飛べたりするようになるんですかね。あ、やべ、すげえ食らうなこれ。よし、お守りのかけら、お守りのかけらで多分ずっとこの主人公は体力をアップしていくんですね。でこれなんだろう、4ってなってるのはなんだろうな。よし、あんまり説明見てませんでしたね。よし。ほい。ほい。ほい。はい。この液体熱もなかなか役に立ちますね。よいしょ。やばい、弓。ああ、撃たれたか。やばい、やばい、やばい。よいしょ。あるな、どうしたらいいんだ。とりあえず分かれ道が出たら上の方に進んでいくことにします。はい。あ、これ何回も切られるな。あ、また上に何回ありますね。何かあるけど取れないな。とりあえず、あ、やべ、進んでいきましょう。よいしょ。よし、攻撃される前に切る。よいしょ。よし、金がありましたね。これどうするの、登っていく。あ、上からも行けたって感じなんですかね。よし、なんかでけえのいる。うわ、危ねえ。やばい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 。ラスカル倒すか。やばい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 。あぶねえ。ああ、死んだ。やられちゃいましたね。
やられても特に、なんてことはないのかな？何か減ったとかはないですね。ちょっとやり直しっていう感じなんですかね。まさかのでけえの、ちょっと強いな。ちょっと初見だったので、でっけえのにやられちゃいましたね。飛び込んでくることが分かったので、気をつけましょう。スルーしていく。ああ、失敗した。あれ、さっきこの鼻までノーダメぐらいできたって感じですよね。よいしょ。はい、どうなる？なんかで、6になったぞ。6になるとなんかなるんかな？よいしょ。あ、やばいやばい。弓矢なんですか。回避するっていう癖がないので忘れちゃいますね。とりあえずもう肉弾戦的な。よいしょ。まあなんか吸収してるんで、これで敵倒せば倒そうと強くはなるのかな。よいしょ。あ、起きたな。もう少しかな。鉄拳のスクールは。ちょっと卑怯ですけど、下から攻撃です。ちょっとこれ下行ってみようかな。ああ、落ちた。下に行ったらどうなるんだ。おお。なんかもらえたぞ。なんかもらえましたね。あ、レバー。レバーを押さないと。どうやって潜るんだろう。潜れないな。なんかもらったんですけど、それの使い道もわかりませんね。やばいな。危なかった。ああ、やばいやばい、突っ込んじゃった。間違えて突っ込んじゃいましたね。そろそろ太っちょいるところですかね。どうなんだ？そっか、あれ。これはどうすんだ？あれを取るよ。よいしょ。よいしょ、ぽい。お、なんか上がったぞ。なんだろう、これレベルなのかな。なんかが上がりましたね。よし、回復しといてと。間違えた、危なかった。あ、これレバーどうするんだ？これ回り込んでばいけるのかな？さっきのレバーですよね。あ、危ない危ない。やばいやばいやばい。だよ、なんかでっけえの。やばい。よし、ブンブン。
分。ああ、やばい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 。すげえ食らうな。やばい、回復なくなっちゃった。ああ。やばい、落ちてきた。落ちてきたよ。このレバー、こっちなのか？あ、やばいな。なんか、ただ単に戻ってるだけっていう気がしますけど。やばい。ぶつかっちゃった。あ、そしてこの謎の床ですね。あ、逆だ、逆、逆。よいしょ。いや、やばい。死にそうだ。はい、とりあえずレバーは引いておきましょう。これでどうなるんだろうな。あ、来たぞ、また。一撃だな、これ多分。スキルでなんとかしよう。こっち来れないのかね、ひょっとして。はめパターンですね。やばいなぁ、もう術も使えないし。回復できないとまずいですね。やばい、これか。結構食らうんですよね。よいしょ、やばい、落ちる。あ、宝箱あった。宝箱、上と A。レリックもらいましたね。レリックもらったけどどうしていいんだろうか。やばいやばい、弓矢のやつだ。あー、なんかナイトもいるな。あ、いやー、もう食らえないからな。どうしようこれ。こっち？シューン。こっちなのかな。よいしょ、2段ジャンプ。違うのかな。こっちじゃない？やばい、ちょっぴり迷子ですね。ここは降りれないのか。あー、なんかいるな、下に。こっちか、下か。やられるところでしたね。もうやばい、もうやばいぞ。あ、小屋。お、助かりましたね。よし。レリックですね。まずレリックの装備しよう。少し軽減さ、スキルの強化か。これがいけるのか。はい、これがあと2足りないのか。これが全然足りないね。よし、行こう。ここにも道がある。やばいやばい、単純なやつ。あ、カーブするのか。ちょっとだけホーミングしてきますね。よいしょ。ほい。あ、なんかでっけえのいるな、また。もしか。あ、やばい。危なかった。いやー、なんか弱っちいやつで食らうと嫌ですね。でっけえのどうすんだ。やばい、危ねえ、弓矢もいる。やばいやばい、余韻みたいなやつ食らうと
ダメージ受けるのかなこれ。よいしょ、とりあえずスキルで倒そう。間違えた、焦って逆側に。もういける、よいしょ。あー危なかった、でっけえのいますね。よいしょ、レバーだけですね、ここは。よいしょ。これでどっか行けるようになったのかな。ここかな、ここですね。それで、やばいな。カラスが邪魔だ。ああ、弓矢。弓矢があることはやばい、よいしょ、食らったか。あっ、危ない危ない。あ、回復できなかった。あ、全然できなかったな。あ、ここも行けるみたいですね。ちょっとこっちも行ってみよう。どうかもよく覚えてないですね。なんか見たことあるような気もせんでもないな。まあ、か特になんか、ありそうな感じもないので戻りましょう。スケルトンか。まあいや、とりあえず先に進もう。よいしょ、曲がってくるな。どんどん進みましょう。もうこいつだな。よいしょ、当たらん。で、危ない危ない。とか無視していいのか。そうですね、無視していくか。倒すべきなのかな。ちょっと待ってよ、さっきもう扉開いてますね。扉開けたから開いてるや。やばいやばい、これだよ、これ弓矢とこの魔法で挟まれたんだよね。ああ、弓矢の飛ぶ方向に向かってどうしよう。邪魔だな。よし、危ない危ない危ない。あ、すげえ飛んできた。よし、
し、回復をもらったぞ。あ、屋根の上登れるのか。あ、カエル。やばいやばいやばい。油断するとやられるな。またここ、レバーですね。ちょっと回復しとくか。ほい。なんかゲロみたいなの吐かれてるな。で、段差を利用すれば倒せんかな、いないよね。怖いな、ぽいわ、あと5回か。やばい、食らってる、上のやつの方が食らってた。カラスか、邪魔なのは。これがまだ未定ですね。どうしたらいいのかわからん。あ、やばいやばい、無視を来てきたから。よし、これスキル回復か。ここはいけない。これでどうだろう。ああ、もう犬避けれないな。回復がないとまずいですね。よし、とは上登ってみるか。ああ、浄化を作って、なかなか、どうやって解くんだ？こっちからじゃないのかな。とりあえずこいつは倒そう。よし。どうだ？あ、いけたいけたいけた。よし。浄化しましたかね。やばいな、真下にも売ってるのか。そして、あーなんだ、取れない。よいしょ。レリックの上限が1個増えましたね。体力はやばいんだよね。これはワンワンだな。建物の中に入りましたね。で、下はまた今度にしよう。上から見ていきましょう。手紙ですね。まあこれはなんだろう、これは地下の修練場で修行しないとダメって言ってますね。あ、休める場所あるぞ。スキルの許可できますかね。あ、これできるな。よし。地下の修練場ってこれですかね。行ってみよう。いや、てか、潜れないんで何もできんな。なんか依頼書。あれ、こっちから来た？じゃないな、こっちから来てないですね。よし、あ、危ね、来たか。よいしょ。なんかこの村の少年強くなったな。よいしょ。
かあるのかな。今のところこの回復の話しかないけど、よいしょっと。どうすんだ。おお、泳いでる泳いでる。泳いでるけど、ああ違うな、こっち戻ってきた。こっち側と2ルートあったっていう感じなんですよね。とりあえずこう潜れないから何もできないや。よし、とりあえず戻りましょう。戻ってもう一回右側に行こう。ほんとなんか綺麗な絵だし、すごい優しい感じの絵ですね。一応スキル使ったんで休んでセーブしていこうかな。よし、次は、あ、なんかいる。あ、ボスか。ボスだな。よいしょ、やばい、よいしょ、危ない。広いな、範囲が。よいしょ、ほい。これはそんなに強くないですね。やばい、あ、結構リーチが長いな。行ければいけそうかな。よいしょ、こんなとこは隙があります。よいしょ、あー、張っとったか。あ、やべ、ここはやばい、ここはまずいぞ、ここはまずい、挟まれた。よいしょ、危なかった。なんかパワーアップしたのかな。危ない、危ない、なんか飛んできた。パワーウェーブ的なやつです。よいしょ、ぐるぐる、やばい、あー、やばいぞ、取り抜けるかな。やばいな、こりゃ回復はないけど。なるほど、そういうことか。よいしょ、あー、危なかった、危なかった。よし、まだ、疲れたぞ。やべ、何何これ、何だこれ、連続ジャンプ。やばい、なんか攻撃がやばいな。するとやばいな。よし、まだ、殴れ殴れ殴れ。あれね、調子こいと死ぬ。ああ、食らった。やばい、そんなに減ってないしな、相手。あ、もうやばい、ポイするやつがなくなってる。よいしょ、ブンブンしかないです。ああ、やばい、空中で当たった。
ばいな、もう当たれないぞ。ブンブンもなくなった。やばい。あ、当たった。当たっちゃいましたね。失敗した。あ、もうでもなんとなく動きが分かったので、次こそ倒そうと思います。最初これ何も使わなくてもかわせばいけそうですね。間違えた。あ、これの範囲をちょっと見極めないとまずい。早いな回復するの。相手側に回避するように癖つけないとダメだな。相手の逆側に逃げちゃおうとするからきついな。どれぐらいで変身したっけな。よいしょ。ほい。あー、よいしょ。はい、これです。これ第三形態かな。連続は食らってる食らってる。気をつけないと。あー、しまった。これ後ろに行く。あー、やばい。ダメかな。さっきよりダメになってる気がするな。この衝撃波の範囲をよく分かってないな。あ、危ね。体当たりがあった。やばいぞこれは。やっぱりな、もは画面端はもう避けることはできませんね。いや、3度目の挑戦です。なかなか苦手だな。よいしょ。そろそろいけるやん。一応これきっちり避けよう。よし。どんどん。あ、ボンか。パワーウェーブか。そしても第二段階で。初回復だからいけるかな。あー、後ろ、嘘、フルかぶりの後ろにまで判定が。やばい。
キルを無意味に悩み当たりに狙うと、そういうことで。スキルなくても倒せるぞぐらいの勢いでいかないとダメですね。あ、やばいやばいやばい。ここまでは行くんですよね。よいしょ、2回ジャンプかわしての、あぶね、体当たりか。もう1回画面端、あ、3回行ったな。あるじゃん、抜ける。ほいっと、はい、あ、やばいぞ、やばかった。あー、ショック、ここまで衝撃波が来る。どうだ、あぶねえ、なんだよ。スキルがなくなったので、ここからは剣で戦いましょう。意外と見切ればいけるはず。よいしょ、危ない、これ。よいしょ、やばい。あー、でもめっちゃまだ体力あるな。早かった、行くのが。よいしょ、ショックウェーブ。よいしょ、もう一回来て、で、やばいですかな。体当たりと、もう一回、やばい、もう一回引けた。あー、失敗した。ダメだな。3回の時と2回の時があるんですね。いやー、倒せないな。スキル使うの早いか、これだよな、これ。よいしょ、タイミングは、よいしょ、よいしょ、これでよしと、ちょっと回復してと。これで第二形態ですよね。これの衝撃波の範囲を間違わなければいけるはず。よいしょ、あ、やばい、危なかった。ダウン取れたと思って突っ込んじゃいましたね。慣れてきたな。あー、問題はこっからだ。あ、うそ、後ろにも、後ろにも当たり判定あるのか。よし、削れる削れる。あー、欲張った、欲張ったぞ。3回目ですね。ちょっと回復しよう。パワーウェーブ。よいしょ。やばいな、ちょっと欲張ったな。で、うん、ここ。五感取ったか。
よいしょ。あ、3回と。ほい。どんどん。よいしょ。どんどん。あ、3回か。よいしょ。あとちょっとですね。まあこれぐらいやっておけばだいぶ慣れてきたな。あぶね、しまった。後ろにもこういうこと忘れてた。よいしょ、どうだ、倒した。よし、倒しましたね。危なかった。あ、3回目となるともう結構覚えましたね。ちょっと危なかったですけど倒せました。よし、これで、このブンブン振り回すやつの声も、聞いて記憶を取って、多分、スキルで使えるんでしょうね。主人公はみんなに支えられてきたって感じですね。これがこの人の記憶なんですね。この人の装備もしましたね。空中時に下と X でやれるのか。なんかドラゴンスレイヤーの兜割り的なやつですかね。よし、まあ、とりあえずこれで空中からの攻撃も結構できるようになったってことですよね。こうか。ブンブンブンって言った後に、それもつながるな。つなげれますね。よし。落書きと。衣装とかいっぱいだな。あ、ひょっとしてこれなんか赤い地面壊せたりするのかな。なんだろう、こいつはアイテムくれるのか。ってどうすんだ。違うな。分岐とかありましたっけ。これか、この中か。ほい。これだな、これ。これを、これだ。ああ、やっぱり。よいしょ。あ、なんかいる。白巫女。白巫女、こいつも白巫女じゃないんですかね。白巫女はいっぱいいるの？ということで、白巫女は仲間に入れましたので、あれ、そうするとどこ行くんだ。こっち行き止まりでしたけどね。どうするんだろう。こっちじゃないのか。どこだ。やあや
やばい、横スクロールのアクションゲームで迷子になるって。これないよね。こっちではないですよね。上行くのかな？いや、それかこの、下ドーンってするやつで戻って倒すのかですね。とりあえず休もう。してスキルをセットしましょう。でももうどうしたらいいんだろうな。こっちのセット2にするか。スキルの強化はできるかな。はい、できませんね。よし。LB でスキルの入れ替えか。これか。ああ、なるほどね。よし。実質こんだけ持ってるのか。どうしよう。戻るしかない。とりあえず戻っていってみましょう。まあ、赤い入り口のところがあれば。そうですね、あんまり強くないな。箱に何個かあったので、そこを行くのかな。よいしょ、泳ぎましょう。あ、確かにファストトラベルもできるようになってましたよね。おっとっとっと、やばい、まさかの。暇がないですね。スキルの入れ替えと。あったってことだ。よいしょ。アイテムがあっただけだな。迷子継続中ですね。どこに行けばわからなくなったので、とりあえず今回はまあ2面かな、ボス2匹目のボスを倒したということで、ここで終わりたいと思います。それでは皆さんありがとうございました。